はい、こんにちは、こんばんは、ぽっちょです。今日は何でもセールスマンというゲームやりたいと思います。ということで今日は、お、なんか主人公来ましたね。ということで今日は殺虫剤をまあ売りたいと思います。さっきちょっと声が噛みましたが、まあ実況しましょう。うん、ピンポンしましたね。はいはい。え、面白いのってめっちゃ叫んでますから、最初はリエさんの家に行きたいと思います。うん、ずいぶん若い家ですね。うん、まあ今日はたわしを最初プレゼント、サービスでたわしをプレゼントしたいと思います。でもこのたわしどこのお店で買ったのかな。まあどっか届いてどっちかと、まあどこなんでしょうね。ということで大ムーブで、うん、どうしようかな。まあいいや、まあ当たる感じですね。さてこのアピールはいい感じかな。おお、エクセレントことはかなりいいアピールですね。これかなりめっちゃいいアピールですね。うん、これはですね、これはもう使うですね。やっぱ使うことが、まあ殺虫剤ですかね。お、なんかすごい、なんかモザイクをなんかシュ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 、あれ何、虫かな。なんで虫はモザイクなんだ。ちょっと黒いのかな、多分。っていうことでレビューですね。どうしようね。お得感がある、ちょっと行ってみましょう。ちょっといけるかな。お、うん、ババ抜き得意ですね。あ、グッドなのか。ってことはなんか虫が消えたのかな。うん、お得感があるってことはなんかいいアピールだなと思ったら、そこは虫が消えたか、普通に考えたら。多分そうですね。まあここはですね、黄色いところを、つまりプラスワードを連打するゲームですね。プラス、つまりマイナスワードを押しちゃうと、まあアピールはダメなので、プラスワードいっぱいパワーパッと押して、うん、まあ連打アピールですね。ということで、セールスに終了しました。何を植えたかな。14個、つまり14個買った方が、どんだけ殺虫スプレーを欲しかったか分からないですけど、ルーレット、ちょっと一回だけやってみましょう。うん、あ、これ、どうしよう。これなんかあれですね、これ。これなんかあれですね、これ。人生ゲームいきますね、人生ゲームの。人生ゲームのゲームですね。いきますね。あ、意外に面白かったな、まあいいや。うん、今のなんかルーレット、やっぱ人生ゲームに似てますな。ってことで、結果ですね、動画でも。だって、何点かな。90点、やるじゃないって言ってますね。やるじゃないって。社長か、社長。ってことで次はもう、白木さんの家にお邪魔したいと思います。うん。ピンポン、ピンポン、先生、ピンポンですね。どんな家かな？なんか、ちょっとなんか、こう、飲食店っぽい、まあ、家というよりも飲食店ですね。飲食店でセールスやるっていうすごいですね、かなり。ちょっと意外です、これ。これどうしようかな。まあいいや。一応、こんな感じでしょう。しかもこの殺虫剤、DNA 成分入ってんの？すごいな、DNA 成分の殺虫剤。しかもこの人めっちゃお酒持ってんな。この飲食店の人はベテランなのかな。すっごい、まあ、あれですね。人気店なのかな。こんなにお酒持てるって。この人すごい本ですね。で、このモザイクです。謎のモザイク。ってことで、レビューを聞いてみましょう。まあ、今度ちょっとあれですね。虫が消えたりしたいと思います。ちょっと思い通り。この左はもう、左なんかね、右かな。右はちょっとアウトだな。もう、知るかと思ったら絶対悪アピールなので、まあ、でもさっき言ったのエクセントがそうですね。いつも通りいいアピールでしたね。ということで、この、まず次はですね、連打ゲームです、連打ゲーム。さて、どんだけアピールできるかな。お、コンボしてます。めっちゃいい感じですね。うん、いい感じですね、かなり。お、19コンボですね、これ。おお、すごい。お、パーフェクトですよ、これ。うん、大パーフェクトですよ、これ。すごい感じですよ。さて、何点かな？
わお、49個も買ったの俺。もうこれのお店にはもう虫出現しませんね。まあゴキブリが来ても飲食店だから平和ですね、ここの飲食店は。ということで気になる点数は95点。やるじゃないって言ってますね。またこのイケメンは、このイケメン、まあ社長ですが、これなんでこれめっちゃイケメンなんだ。この人はあれのかな、イケメン大好きだからめっちゃスタイリッシュでおしゃれなのかな。それおしゃれが趣味なのかな。それとも昔この人はアイドルだったのかな。アイドルこの人アイドルだったら儲かんのかな、こういうポーズしたけど。うん、じゃあバイビーってなんだ。じゃあバイビーってめっちゃ面白そうな社長ですね。ということで、これがなんかオーダーされてみたいけど、まあちょっと材料、タワシがなくなったので、タワシを買いたいと思います。タワシがなくなったので、タワシって買いたいと思います。はい、買いました。タワシ。ということで、ちょっとカリスマアップしたいと思います。あれですね、この主人公、イケメンポイントアップです、これ。ということで、名刺ですね、これ。かっこいい名刺。まあ、イケメンポイントアップ名刺ですね。このゲーム、人っていうか、このゲームはまあ、セールスマンですが、これイケメン、まあ、おしゃれアップゲームでもありますね。おしゃれアップして、セールスマンになって、まあ、あちこちの街をうろちょろする感じですね。うん。これ、あれですね、キラキラしたスーツだと、この人はですね、歌わなくてもあれですね、この街のセールスアイドルとして売れるかもね。ということで次はサブロ、最後にはサブローさんっていう家に行きたいと思います。うん。どんな家かな、サブロー。なんですって。なんかこれ、なんか勉強してそうなタイプの施設。お、やっぱ勉強してみたい。おすごい。合格。ちょっとね、これさ、テストが好きだな。趣味は勉強だからな。でもこれ、ちょうどいいかもしれないけど、英語ディスク、まあ英語 CD だからすっごいちょうどいいですよ、俺。この人だったら、おぉ、これ勉強になりそうって、めっちゃ多分大テンション上がってるかもね、多分これ。どうしようか、これ。まあいいや、ここはですね。ナンバーワンの、まあ、どこでも英語は喋る。まあ、どこでも通話ができちゃうって感じですね。例えば、どっかの国でも、どこどこの国でも、どこどこと、もしくは宇宙でも通話ができますね。宇宙人語喋りますね、これ聞いたら。めっちゃすごいこれですね。英会話 CD ですね。ていうことで、うん。のんびり聞いてて、お、後ろからなんか外国人が来ましたね。外国人っぽい人が来ましたね。日本人かもしれませんが。うん。やっぱすごいですね、これは。後ろから外国人が急に話してきたらみんなどうなの？緊張そうですね。うん。ということで、これどうしよう。まあ。お、これなんかダークって書いてある怪しそうだけど。おぉ、グッドですね。危なかったですね。ダークって書いたらやっぱ怪しいですね。ダーク。だから暗い意味になっちゃいますよね。暗い英語になっちゃうね。かっこいいのダークだったら多分 OK だな。ということで、ここが連打ですね。いろんな言葉が出てくるから、プラスワードをいっぱい連打するゲームですね。何これ、机のたるみって。机のたるみってなんだ。ということで、エクセレントでしたね。ということで、さて、何個売れたかな、この英語 CD。お、28個売れましたね。ん？あ、これ、人生ゲームか。もう人生ゲームやらなくていいよ。人生ゲームみたいなルーレットですかね。ということで、何円というか点数ですね、最後の。おー、85点、やるじゃない。うん、社長が出てきましたね、最後にも。ということで、今日はここまでですね。はい、ただいまー。うん、社長ずっとなんか電話してますね。電話してんのかな？うん。手を振ってますね。ということで、じゃあ、さよなら。バイバーイ。